わあ、夕日が綺麗だ。田舎の風景。わあ、海の方へ行ったらすごい綺麗かもしれない。うん。あ、海行こう。海まで歩けばいいんだ。なんでこのカバン見たの？え？このカバン見たの？そうよ。もっと手紙ないかあったの。何？わ。ちょうど今上空飛行機。近いね、なんか近く見える。うん、でもなんかすごい飛行機雲もできて、いいな飛行機やっぱり。わ、夕日さんが綺麗。私の町のメインストリート。今時間は7時ぐらいですか。結構やっぱりもうまだ明るいね。7時なのに、もう冬だったら真っ暗なのにね。半袖で OK です、こんな感じ。元気だな子供は。やっぱり子供はステージ言ったらもう帰らなきゃいけないんだね。ん？ステージ言ったらもう帰らなきゃいけない。本当だね。好きながら笑えるってすごい、ね。無理も走ったら多分こける。先生、来月いつ行くよ。いつも、そうだね。7月かな。来月でもいいよ。うん。日の岬行く。うん。お、メインの国道に出てまいりました。私の町は2車線がありません。早く渡ったらいいんと車が来た。おばあちゃんがお世話になった。いつもお世話になります。私のお世話になってる病院です。なんかね、トロピカルブレンド、夏を先取り。分からんけど、夏を先取り。ほんまや、夏が来た。ねえ、甘い。うん。あとなんかこれ変わってるやつ。台湾カチャっていう。台湾紅茶だ。紅茶？紅茶の中にパイナップルと桃とみかん。うん、おお、美味しそうじゃん。家帰って飲みましょう。どうぞ。つまらせんさんの。うん。ストローがでかいやつ。うまいや。わあ、おるこれ。たまに散歩するといいね、うん、今から天気がいい日が続くと。あ、でもちょっと来週雨みたいだけど。そうなの。うん、本当のワンちゃんかと思った。いやだ。お着物ワンちゃんだった。いつも音に聞いてるの。散歩したらいいの。そうだね。じゃあこうして
家に帰りましょう。